平家農協のうち、関府元業の見返し部分平家一門の繁栄を願って発願された平家農協、その見返しへは、絢乱豪華なこと知られている。関府元業は、北家業の欠業。平家農協は、古代日本の装飾業の一つ。平安時代に平家一門が、その繁栄を願って、五島神社に奉納した一品業であり、 装飾業及び付属物の総称である。五福島農協、五福島業とも言う。北家ケ協三十巻阿弥陀協一巻半若新行一巻平野清盛自筆の願門一巻と、京箱、からびつからなる。清盛の願門に、善を尽くし、美を尽くしとあるように経典に施された装飾は、絢乱豪華で、平家の映画を今に伝えている。 平安時代の装飾業の代表作で、当時の工芸を現代に伝える一級資料でもある。現在は、五福島神社が所蔵しており、複製が、五福島神社宝物館で一部が公開されている。清盛が一門の玄道二世にわたる繁栄を祈って、発願した。経典を筆者したのは、平家の一族で、清盛、重盛、頼盛、則盛などが名を連ね、 それぞれが一貫を分担する形で筆写した。長官2年9月、五島神社に一部が奉納されたが、各貫の奥書きを参照すると、全体の完成には、人難2年までかかったことがわかる。近世安土桃山時代末の慶長7年には、戦国大名、福島正則が元首となって一部が修理されている。津つたま系カラビツは、この際に建納された。 見返し絵参観は、俵や宗達風に、新鬱し修補されており、宗達による最も早期の作品と推定されている。江戸時代初期にあたる慶安元年には、朝野長明が、平家農協を重修しており、唐杉の蓋の裏に銘がある。江戸時代後期の天保13年に刊行された、五福島宝物図絵では、平家農協の装飾について紹介されている。 明治の模本百8 8 2年10月に、東京で第1回内国絵画共振会が開催されると、出展目録、広島県外木国五福島神社出品に、古社へ、及び悲願門生産館名義で、平家農協も含まれた。この機会を捉えて、平家農協は、博物館で模写されている。現在それは、東京国立博物館の収蔵品となっており、 平家の右京模本第一号と呼ばれている。この時の模写は当年から1884年にかけて行われており、町名をそはるら提出議員の手になる仕事であった。東京国立博物館での管理名称は、五福島教官模本。対象の副本1914年、高山登が五福島神社の宮司に就任すると、戦場閣の修復工事に着手した。 これを無事にやり終えた高山は、1920年2月、平家農協の保存状態を憂慮しながらも、資金不足で打つ手がなかったことから、古社寺保存会委員の文学博士である福井力治郎に相談し、同年4月18日の大司会に機会を得、著名な文化人であった高橋義夫と増田公に対して、副本の制作を依頼した。高山が訴える平家農協の貴重さと、 副本制作事業の金曜制に特進した高橋、松田両名はその場にいる財界人安記者から資金を募り、幸運にも当時は後継機の頂点にあったことも手伝って2、3時間も経たないうちに30名余りの寄進者が出揃い、十分な資金が調達できた。これを受けて制作に当たったのは、神好奇主とうわれた日本美術技能者で、日本美術研究家、日本画家、 初夏の田中地下支部であった。田中は1923年の関東大震災を間に挟みながら5年半をかけて二組を制作し、1925年に成功な副本を完成させた。なお、国宝の中でも最貴重品である平家農協に関しては、文部省から高橋、増田、田中らに万全の保管責任が命じられていた。 そこで彼らは、不足の事態に備え、文部省からマスダが原本を10巻単位で借り受けて、管理万全な品川御殿山のマスダカ方向に保管しておき、そこから田中の必要に応じてに3巻だけ取り出して模写するという方法をとっていた。そのため、大震災による被害を免れることができた。激しい揺れに襲われる中、田中は原本数巻を抱きしめて守ったという、 1925年11月18日にまず、教官のみが、五福島神社に奉納され、その後、全33巻一組が奉納された。残りの一組は田中が手元で保管し、これを元にして制作された副本が、増田家に一組、主要な寄進者であった大倉家に一組収められた。その後、やはり主要な寄進者であった、安田財閥と松永家にも収められた。 それぞれを、マスダ本、大倉本、安田本、松永本という。現在、マスダ本と松永本は、寄贈先の東京国立博物館が所蔵、大倉本は、大倉修古館所蔵となっている。安田本は、安田文庫の収蔵品となっていたが、二代目、安田善次郎の時代に、安田文庫は、東京大空襲で消失しており、副本が、 どの程度現存しているのかは不明である。ありがとうございます。